一社前唄一社前ウは中国禅漢時代の郷土の禅唄。老城前ウの子で、軍心前ウの弟、老城前ウの子として生まれる。紀元前161年、兄の軍心前ウが即位すると、左谷霊王に封ぜられる。紀元前127年、兄の死後、その大使であったおンを退け、自ら立って前ウとなる。お丹は漢に亡命したため、 渡る安港に封ぜられたが、間もなく死去した。紀元前126年夏、郷土の騎兵数万は大軍に侵入し、大手の京都も殺害し、千人余りの住民を連れ去った。その翌年、郷土は大軍、定城軍、上氷に侵入し、数千人を連れ去った。時に、郷土の右肩を和かがオルドスを奪い、追立方に頂上を築いたことに恨みを持ち、 たびたび国境地帯に侵入して、略奪を働いた。元つ日た5年春、漢は衛星を大将軍に任命し、6将軍14万の大軍で強度を打たせた。その時、宇堅王は、漢軍が来るまいと思って酒を飲んでいたが、漢軍の野衆を食らって身一つで逃走した。これにより漢軍は、宇堅王配下の民衆男女合わせて1万5000人と、秘書を14人を捕らえた。その秋、 郷土の一万機は大軍に侵入して、トイの主兵を殺害し、1余4人の住民を連れ去った。元一日六年春、再び官は、大将軍の衛星に、郷土を打たせ、一万九千人余りを残首、捕虜にした。一方で、一社前右はかつて郷土から男に降った前将軍、坂利港の長身を捕らえたので、彼を、自上に封じ、自分の姉をめ取らせてやった。 その後、一社前武は、長信の計略を用いて、大韓軍に当たった。元首二年春、韓は、兵器将軍の各挙兵に一万気をつけて、強度を攻撃させた。各挙兵は八千人を残首、捕虜とし、強度の急将を撃退してその地にある天を祭る、時の黄金の像を奪った。その夏、各挙兵は、豪期孔の高村孔と共に、強度が拡挙する。 キレンさ山を攻撃した。同じ頃、郷土の左賢王は大軍と岩門軍を略奪していたが、白暴公と利港の攻撃にあった。その秋、一社前部は、今夜王と九州王が西方を守備していたにもかかわらず、数万人の部下を男に殺されたことに怒って二人を処刑しようとした。しかし、それを恐れた今夜王と九州王は間に降伏してしまう。この時、今夜王は、 九王を殺害して、自分だけが冠に投降した。元首三年、郷土は、右北平と帝城に侵入して千人余りの住民を殺害、略奪した。その翌年春、冠は衛星と各巨兵をそれぞれ帝常軍、大軍から進軍させ、一社前武を攻撃した。一社前武は冠軍にかなわないと思い、西方へ逃走した。この時右谷霊王は、 一社前羽が死んだものと思い、自ら立って前羽となったが、後で一社前羽が戻ってきたので前羽号を返上した。一方、酒王は各巨兵と戦ったが敗れ、7万人を失ったため、遠くへ逃走した。これにより強度は、爆弾の地を失い、艦の領土を増やすこととなる。一社前羽は、即位13年で死に、このカラスただしが前羽の位についた。 左谷霊王は強度における大継承第2位。右剣王は強度における大継承第3位。盛利皇とは月子における諸皇の意であるが、長身の盛利皇は官に振った際、官によって与えられたものである。滝川氏の説によると、実義とは強度の言葉の音訳であるとしている。左剣王は強度における大継承第1位。右谷霊王は強度における 大井継承第4位ありがとうございます。